ちゃこんにちは、最高です。何がお立ち台で、あ、最高ですって岡本選手があのヒーローインタビューで、はいはい、実は、まあ、昨日の佐藤輝明選手もずっと最高ですって。まあ昨日は最高だわな。いやー、7打点だよ、1人で2ホーマー、3ラン満塁な、はい、すごいね。いや、もう甲子園球場がものすごい湧いてたと。やっぱりあの彼の持ってる能力っていうかさ、はい、まあ、これを待ってたんだよね、ファンはね、うんうん、やっぱりでもやって当然な選手だけどね。 あまりにもその打てない時のギャップがあるからさ、はい、だから打った時はすごい、うん、でもこれを平均的に出せたらすごいバッターになるよね。そうですよね。あのこの3連戦で12打数5安打9打点ということで、はいはい、もう調子が完全に上向いている状態に来たと。今永の、あの、まあ、真ん中低め、はい、まあ、そんなにあのコース的には厳しくないけど、うん、高さが本当に低いところで、まあ、ボールって言われてもいいような高さだったんだけど、はい、それをバックスクリーンにセンターに持っていけるって、うん、そらないよ、なかなか。そうなんですね。そらなかなかない。それなかなかないっていうのは、そのすごそれのすごさっていうのはどこだったの？やっぱパワーだよな。あ、うん、パワーでも変わったな。何でもボールを追っかけなくなったね。だから最初のスリーランなんかは、はい、やっぱ外のボールをしっかり見極めといて、そこを見極められるから内に持っていったら持っていかれたという。だから自分でカウントを作ってこっちに投げさせておいて打ったホームランというか、だからまあそういうこともできるようになったんだなって思うと、やっぱり頭の中はクリアになってるよね。そうですよね、うん、だからすごくこう迷いもなくなってるというかね、うん、まあ、そんな感じがしたけどね。豊さんが一時その佐藤輝明選手が今シーズンの最初あまり率も良くなくて、うん、その時にやっぱりバッターボックスでどういう状況で自分は打たなきゃいけないかっていうのを考えなきゃいけない。 そうそう、それが今できてるってことですか？あ、もうあのやっぱ調子が上がってくると、うん、やっぱ気分的に楽になるじゃない、はい、そしたら頭も鮮明になってくるんだよね、うん、もう霧がかかったり雲がかかってる状態からのスタートだったから、はい、やっと晴れたんじゃないの。それは例えばいつぐらいから何かの試合きっかけとか、いつぐらいからこの良さっていうか上がり具合を感じてますか？いや、ホームランがポンと出た時ぐらいから、はい、それとね、何戦か忘れたけど、軽打でタイムリー打ったんだよ、三遊間かなんかに、甲子園で。あのぐらいから、ああ、これは良くなるなと思ってきたよね。そのね、体の使い方があるんだよ、特徴的に。はい、こう、横からこう見てると、こうやって動いたりとかしないんだよね、いい時は。いい時はね、この自分が樽の中に入ってる、ここでさばくんだよ、全部。まあ、腕というか、うん、はい、だから追っかけに行かないんだよ、ボールを。ここで駒みたいにクロンと回るといい。もう大体形が大体分かった。だからその振るこう角度だとか全く関係なくて、サトテルの場合はこの樽に入れといて、ここで回れたら、はい、ここで回るぐらいの打ち方をすれば必ず打つ。あ、そういうことなんですね。できれば上下動もないような感じ、はい、にすると抜群だよね。上下動も、だから上下動しなきゃいけないということは、うん、下のボールも追っかけるっていうことだから、はい、それもなくしたと時にもうこれはやっぱ三冠王に近いような数字が残ってるくるような感じがする。あ、そうなんですね。そうそうそう、だから自分で仕掛ける、自分で打ちに行くじゃなくて、相手が必ず投げてくるから、そこを樽の中に入って樽の中でスイングするぐらいのイメージだと絶対あの子は狂わない。あ、じゃあ今シーズンそのちょっと自分の中でまた落ちてきても、そのあ樽の中のイメージっていうのを戻せばまた打ち出すってことですよね。ムラなくいけるっていうことですか？だからね、うん、その、まあ、DeNA との一戦目、今永が投げた時の低めの拾い方っていうのは、はい、樽の中にはいるんだけどまだ追っかけてるんだよね、低めのボールを、はい、うん、でもまあそれがホームランできるじゃない。それがやっぱ彼の能力なんだよ、はい、まあ、だけどそれもパッと見逃してたらバッティングが狂わなくなってくる。だから昨日の打った初球のまっすぐ、はい、満塁ホームラン、あんなんかもう樽なんかあっても本当細い樽でも当たらないぐらいのところで回ってるもんね。へ、駒みたいにカーンと。あ、そうなんだ。もうそれができるといいよ。それが少しでもこう前に出たりだとかすると、うん、
やっぱちょっとズレが生じてくるから、はい、ミスショットになったりとかするけど、最近やっぱ振ったらミスショットが少なくなったよね。動かないから、体が動かなくなったし、うん、このままの体勢で振れるから、だからこのままの体勢で振れるっていうことは大体ストライクを打ってるっていうことだ、はい、うん、だからすごくやっぱ心に余裕があるし、やっぱポイントもあってタイミングもあって間もできてきて、うん、まあ、今は全ていいようなそんな感じだよね、うん、そうですよね。あとは打ちたい打ちたいってならないことだよね、うん、相手は必ず避けるように投げてくるから、はい、だからそれを追っかけない、うん、ね、打ちたい打ちたいと思うとどうしてもこうやっぱり追っかけてしまったり、無理して打ちに行くときあるんだよね、うん、やっぱバット何のために打席に入ってるかというとさ、バット振るために入ってるわけだから、うん、でヒット打ったりホームラン打ったりするためにね、でここは構えてて逃げると逃げるとボールが逃げる、あボールまたボール、じれないことね、はい、やっぱ待つという、だ相手が怖がってるんだから 待って苦し紛れに投げてくるから、はい、それを拾っていくというね、まあ、それができるようになってくると、うん、サトテルは今年いいと思うよ。だからある程度の形ができてきて、まあ、来年からはもう本当狂わないようになってくる可能性があるよね。やっぱね、昨日の試合とかでも15点か取ったよね、はい、やっぱサトテルに引っ張られてるもんね、みんなが。そうですね、全員。だから大山なんかそれまで打ってないのにさ、なんか猛打賞なんて打っちゃう。いやだからそれだけこうインパクトバン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 相手のピッチャーに与えていくと、やっぱ相手のベンチもピッチャー変えてくるよね、はい、そうなってくるとやっぱ今日はダメかなと思って落とすじゃないピッチャーを、うん、そしたらそこでみんなはもう襲いかかるんだ、一気に一気に、うん、そしたらヒットっていうのは気分のいいもんだよ、はい、やっぱ上がってくるよね打線って。そうですよね、うん、だから昨日の21安打あれもう全員サトテルが打たしたみたいなもんだよ。そのぐらいのやっぱり影響力があるんですね、うん、そりゃショックだよお前、立ち上がり3点ポーン取られて、はい、途中逆転して、でサトテルにまた満塁ホームランガツンやられるんやから、はい、そりゃやっぱもう相手もショックだよ、 DeNA もそうですよね、うん、出すピッチャー出すピッチャーなあ、そうなってちゃいますもんね、うん、だからそういう意味ではやっぱサトテルの破壊力、うん、これはやっぱホームランの威力っていうのは昨日見たような感じがするよね。これはもう完全に覚醒したというか、本来のもうサトテル選手になったというふうに捉えて、じゃあ OK、 いやこれをいかに継続できるか、うん、そこですよね、まあ、例えば2週間だったら、はい、いや自分のものにしてないし、これが1ヶ月2ヶ月って形が狂わなかったって言ったら自分のものにしてきてるし、はい、だからまあそこら辺はまだ不安定なところだけども、でも感じは絶対つかめてるはずなんだよ、うん、だからこれからやっぱサトテルっていうのは変わってくると思うよ。甲子園であそこまで飛ばんぞお前そうですよね、甲子園っていうところでお前やっぱすごいすごい選手なんですね、1年目から。いやすごいよね、だからみんなが期待するのは、うん、そういうサトテルなんだよ、はい、だから一発の魅力っていうのを秘めてるし、やっぱりゲームを支配できるようなホームランを打てるっていうバッターっていうのは、まあ、村上であったり岡本であったり、はい、サトテルであったりだとかさ、うん、そう人数はいない、限られてるわけよね、はい、だからその中の一人だっていうから、やっぱりみんな期待するじゃない、はい、でも期待の裏返しが逆に批判になったりとかするわけじゃん。そうですね、もうダメなんじゃないかあいつとか、うん、ね、でもやっぱ昨日証明したよねまたね。そうですね、やっぱすごいなっていうのがね、うん、だからそれをやっぱりいかに継続していくか、もしその継続したいってなった時に、今後また状態がちょっとおかしくなってきた時にはどういうことを。でもイメージは残るよ、いい時。ただね、やっぱりいろんなスランプがあって、いいピッチャーに当たった時、崩された時のスランプと、やっぱ疲労で精神的なスランプ、打たなきゃいけないとかな、だから何の種類なのかによってやっぱ調整法ってあるから、はい、だからそこら辺をやっぱこうちょっと勉強してほしいなと思うね、うん、まあもう勉強してるのかもわからないけども、はい、やっぱりやり方が全然違うから、だからそこら辺でやっぱそういうものも技術と一緒に習得していくと、はい、やっぱいいよね、素晴らしい選手になってくるね。いや楽しみというか、ようやくまね、まあそうだね、サトテル選手の姿も、まあ、昨日の打ち方を見てると、ある程度球種というよりもコースかなって思うよね。ああ上下左右とか、うん、コースに張り出したのかなっていう。だから昨日のスライダー1本目、はい、あ見事だもんね、うん、あ難しい球をこう、はい、内から入れてみたいな。でもう2本目のホームランは
まあ、その前の大山が押し出し、うんね、初球から必ずストライクを取ってくる、はいね、それはどこなんだって何なんだってもうまっすぐ一本で行ったもんね。でそれをミスらなくなったという、うん、だからまあ頭もクリアになったしやっぱ状況も読めるようになってるから、はい、もうすごく今のサトテルの状態っていうのはいいよね。そうですね。休みなんか欲しくないんだよ多分。もうこの調子で休まず行きたいですよね、うん、いい時って。雨中で、あ雨で中止になったりとかするとやっぱこう持続したいのに、まあ、そこで一つくさびが入っちゃうと、まあ、狂ったりとかするんだよ、うん、バッティングって特にね、はい、あの繊細だしデリケートだから、うん、だからまあそういうことがない気象条件に、ね、左右されないぐらいの、まあ、ものはこう作ってほしいなと思うけどね。そうですね。いやでもまたね明日から新しいカードで始まりますけれども、うん、阪神ファンはやっぱ今日も出るか今日も出るかサトテル選手のホームランって期待しますね。あだ期待しない方がいい。あ期待しない方がいい。いやこれは期待しないと4打席で全部勝負してくれるんだったらいいけど、はい、やっぱこのぐらいの破壊力を持ったら、うん、やっぱね臭いとこから臭いとこが、まあ、歩かしてもいいやみたいな、はい、そういうとこから入ってくるからもうサトテルは焦らないこと。相手が逆に怖がってるから、はい、もうサトテルで取らないと三振取らないと、うん僕は誰で取るんだみたいな春先の状態から、はい、今サトテルにはお前絶対甘いとこ行くなよみたいな警戒しろよみたいな、まあ、そういう状況の中で逆に今度こっちが焦ってもしょうがないということ。勝負してくれる球だけを打ちますからみたいな余裕を持って、まあ、余裕を持っとったらいい。そしたら打てる。いくらでも打てるから量産していきますね今年は。いやもうあっという間に7本でしょ。2位でやっぱりそうですね。並んでますね。いやだからあっという間に来るよね。おだからえ今年何本しか打てないんじゃないのって、まあ、あっという間にここまで来たでしょ、はい、だから、まあ、結構ホームラン王争い、はい、っていうのも楽しみだしね。そうですね、うんまあ、村上も上がってきてるし、はい、だからそういった意味では本当面白いんじゃない。そうです、まあ、宮崎は今トップでね、はい、でも宮崎はそのホームランをそんなに30本、うん、40本打てるような、はいそういうタイプじゃなくてアベレージを残しながら、うん、ヒットの延長がホームラン、はいね、ホームランの、ミスショットがヒットっていうタイプじゃないからさ、うんうんまあ、サトテルとか村上とかねワーって振ったのがあホームランにならなくてあヒットだったっていうことだからさ、はい、だからそういう意味ではサトテルは甲子園でラッキーゾーンがなくてホームランを取ったら化け物みたいな感じだけどね。誰以来。いやいや、うん、そのラッキーゾーンが撤廃されてから、はい、ホームラン王は出てないと思う。出てない。じゃあ、まあ、加計さんとかもラッキーゾーンあったからね、はい、だからあれだけど、うん、ラッキーゾーンがなくて甲子園で左バッターがまた取るっていう。右バッターだったら可能性はあるかもわかんないけど、はい、左バッターが取ったって言ったらすごいことだよね。そうですよね、うん、でもそれも十分に可能性としてあり得るような、うん、やっぱり昨日のあの大活躍ぶりですからね。であっという間に打点なんか1位にと踊り出てるから、まあ7打点だったからね昨日ね。そう一気そうですね。一気にそうだからポイント。いやだけどどこで上げたって打点は打点だし、はい、だからタイトル争いにあの首を突っ込んできたっていうことだよね。いやそうです。そうするとあの初の、うん何かのタイトル獲得ってことに今年なりそうですね。いややっぱり何か挑戦してほしいよな。そうですね。それとやっぱホームランを打って帰った後、うん、なんかすごく暗かったけど、うん、昨日の方向こうあと明るかったねだからああいう感じでやっていけば、はい、多分気持ちもこう乗っていけるから、はい、岡田さんもそういう時は別に何にも言わないと思うそうですよね。俺はあれでいいんちゃうかみたいな。あれはあれでなあ どのあれやって思うけど、ね、そうですよね。まあでもなんか楽しみだよなまたな。いやサトテルミンのね。そうですね、はい、はい。